天然真珠スズランブローチ19世紀中期頃に作られたイギリス製のブローチですすごい写実的な形をしていますねうん本当に綺麗見事な作品です天然真珠とゴールドを使ったブローチなのですが 無角の天然真珠でこれほど大きさがあるものは非常に少ないですこちらの天然真珠だと5ミリほど縦幅がありますね深淵というよりも少し花のデザインに合わせた縦長いわゆる卵型の真珠を使っています現代の養殖真珠と違っていわゆる無角真珠 真珠だけでできた真珠なので百数十年の時を経ってもその美しさは変わらず本当に温かみのある柔らかな光沢をたたいています卵型の真珠に合わせて3ミリほどの丸い真珠を合わせていますそれに 横に金細工と竜金細工をつけることによってスズランの花を見事に表現しています私も今年そうですねまだ朝早く外に出て肌寒い頃に庭にスズランが咲いているのを見つけましたああもう春が来てるんだなもうそこに春が近づいていると感じさせてくれました スズランの花言葉は、幸せの再来。そう、ちょうど冬が終わって春が来ることを示すように、再び幸せが来る、再びが春が来ることから、そういうふうな花言葉がついたなと思います。また、他には、純潔や愛らしさ、謙虚などがありますが、この、 ちょっとスズランの頭を下げたような姿勢そのところには謙虚さを感じたり白い花には純粋さ純潔を感じますねそして小柄なスズラン可愛らしいという感じが愛らしいという感じがまさに花の姿から花言葉がつながっていく気がします天然真珠を使った一個一個のスズランの花は本当に写実的で動きがあり 本物の花と、見間違うというわけではないのですが何と言ったらいいのかな本本物物のの花以上ににように見える、不思議なデザインです。それは花だけではなくこの葉の作りにもよりますね金の板を叩いて形作り表面を針でついて艶消しにし一つ一つの脈を 手彫りで表現しています。こちら側の葉っぱも見事ですねちょっとこんな風に折れ曲がっているとこなんかも本当に自然な感じが見事に表現されています裏を見るとこうした金の板普通の金の板っていうのが分かりますねこの金の板を叩いて掘って針で刺したあのような表現をしたっていうのが伝わってきますねまた こちらが花側を見ても、えっとパーツを一個一個使って金のこの線のとこ茎ですね、一個一個溶接して作っていって、でまた外側の花びらというかこの輪郭、スズランの花を表す形は金の板をやはり一個一個形作ってつけていっているのがわかります。この辺は鎏金細工がしてありますね。一個一個金のパーツを組み合わせて作っていっている。 まさにあの現代のののののキャストで作っていいるもももとと違う手作りというう手り感じいってもっていうのが伝わるものですピンは葉っぱに隠れるようにこちらについていますがプロジに実際つける際はそうです、ね、葉の部分が上に来るんでそれほど気にならないと思うのですが、まあ、ちょっと縦につけようかなと思う時とか1枚後ろに布をかませるビロードの布なんかを1枚かぶせると安定して。 使えると思います本当に見事な作品です。まあ、ゴールドラッシュの前の時代ぐらいかな、そのぐらいの時代だからこそ丁寧に作られたものなんでしょう。真珠も本当に無角のいい真珠を使っています。ササイイズズも結構大きいののでですがこのサイズで 状態、まあ、で56万8千円かな本体価格が、まあ、50万円台なのにもかかわらず100万円とか超える品と並べても全然見劣りすることのない存在感がありますね大きさはあるのですが、まあ、真珠を使っている金細工がちらけしになっていること,っていうこともあり、まあ、あと真珠の花一個一個のスザルの花が動きがあるということもあり 何かこうでしゃばりすぎない、大きいけれども品がよく見える本当にアンティークならではの希少な作品です。スズランの花言葉が先ほどのお話ししたようにその一つが純潔であるように真珠も同じように純潔純真を表していますね。まあ、19世紀中期に、 そんな純粋な純潔な心を胸に抱いた人が作ったのではと思います見事な作品です是非この機会にご検討ください僕のすごい大好きな一品です